ルイジアナ州立大学時代からアバレスとして活躍。83年にはジュニアヘビー級の王者、その後来日大相撲入り、その後1986年2月プロレス界に電撃デビュー。アメリカのバンクを転戦し、1987年8月には UWA カナダヘビー級を奪取。日本ではパワーファイタージョン・ケンタとして急成長を遂げ、最強タッグ結成リーグ戦では数々の名勝負を残しています。そしてメイクに改名しているわけであります。東京ドームのレッスルフェストでは北尾をヒップドロップで下し、まずは WWF のメインイベンターとしてのパワーを誇示しました。アースクエイクジョン・ケンタがリング上。1990年2月、東京ドームの大舞台でデビュー。クラッシャーバンバンビガロとのデビュー戦は、巨体同士がぶつかるパワーサポート、新人とは思える戦いの中白星を収め、その年の11月正式に SWS 参戦を発表。このレッスルフェストイン東京ドームの前哨戦ともいうべき WWF のレッスルマニア7では天竜とのタッグでデモリッションと対決。見事勝ちを収めています。キングオブサンダー竜王北尾浩二がリング上。レッスルドリームイン神戸、今日の第8試合はジョン・テンタ対北尾浩二、45分一本勝負。すでにゴングは打ち鳴らされました。いや、菊池さん、屈辱戦の一言ですね、はい、北尾はね、江戸の敵を長崎に並ぶ神戸で打ってやるぞということですよね。東京ドームで実際この両者の第一戦をご覧になった牧さん、感想はいかがですか？あの試合面白かったのは、アメリカでヒールのですね、テンタが完全にベビーフェイスになってですね、北の人気を上回ってたっていうのが面白いんですけど、まあ、この試合神戸でどういう反応がお客さん示すでしょうね。北尾も自分のプライド、そして面目をかけてこの第2戦目に戦いをつないでいます。力比べでちょっと苦しそうな北尾、締め上げるのはジョン・テンタ。この戦いは WWF ルールにのっとって行われます。北尾はデビュー戦から30戦してるんですが、シングルで負けたの昨日で3つ目で、ドームで3つ目ですからね。3つ目、はい、ビッグバンベーダーと天竜とこの間ですから、ビッグバンベーダー天竜は仕方ないと思うんですよ、うん、テンタに負けたのは悔しかったと思うんですよね。ベアハッグ、締めの体勢に行こうというのはジョン・テンタ、こらえているのが北尾浩二。いやー、しかし北尾もですね、我々その放送の最中に、ライブでお送りしている最中にですね、北尾にその、ま、負けはしたもののインタビューを申し込んでいたんですが、それを完全に無視して東京ドームではもう早々とですね、どっかに消えましたね。投げ打っていったジョン・テンタ、まあそれだけに本当に外と遮断したかったという感じでしょうね。もう誰の顔も見たくない、何も話したくないということでしょう。今日の北尾の横顔を恐ろしいぐらいにヒートアップしています。おっと北尾怒った。北尾が放送席のテーブルを投げつけた。北尾が放送席のこのテーブルを投げつけました。この行動に全てが凝縮されていると言っても言い過ぎではありません。道場劇 KY 若松がやや背中越しに眺めたという感じ、落ち着けというドン荒川の指示でしょうか。いやー、びっくりしましたね。これは北はもうヒールになってもいい、悪党人気でもいいと腹くくっちゃったんですかね。この辺牧さん、どう分析になりますか？そうですか、こういう北はもうナチュラルヒールですからね、根っからこんだけ存在自体でこんだけみんなから憎まれるっていうのは珍しいですからね。もっと徹底的にやった方がいいと思いますね。ジョン・テンタもちょっとこの北尾のラフファイトの片鱗を見たときにやや退いたか、それともやや本人としてはこの北尾をどう今日は対峙しようかというたじろいだ姿も伺えたジョン・テンタ。しかし張り手でこの流れをまた変えていこうということ。テンタも全日本にいる頃はちょっと気の弱いところありましたけど、WWF へ入って張り手が全員送りにしたあたりから完全に自信つけてますね。もうテンタとこのハルク・ホーガンというのは WWF では泥箱のマッチと言ってもいいですもんね、はいはいはい、で
テントが悪役ですから、悪いことばっかりしてますから、北がいくら悪いことしても受けてくれるでしょうから。なるほどね。俺のはもっと悪いことできるよという感じで食ってますからね、まだまだ。この両者の睨み合いというのは、おそらくヒール同士がぶつかる神戸と言ってもいいかもしれませんね、はい、何か非常にきな臭い雰囲気がします。ちょっと蹴りを見舞っていった人、お前とは本当にまともに戦えないよというような、そういう素振りすら伺います。テントもちょっとヒートアップしている。テントもなんとなくこれ、あの北尾がその要するにヒールで行くんなら、はい、俺も行くぞという感じですよ ね、ほら、この動きご注目いただきましょう。レフリーがこれは大変、レフリーが果敢にお互いに正当なファイティングで行ってくれよという感じで中に入ってますが、二人とも先立ってますよね。ちょっとこれはレフリーも危ない状況ですよ。 WWF ルールにのっとって行われる2人ではありますが、おそらくこれはルール無用の6メートル四方のジャングルと言ってもいいかもしれません。北尾のこの表情、テンタの表情、何かが起こる神戸ワールド記念ホール、その一戦を迎えている。北尾が睨む、ジョン・テンタ受けて立つ、まだ何も仕掛けない、まだ仕掛けない、どっちが先に仕掛ける、北尾かテンタか、北尾か北尾かテンタか、さあどっちだ、まだ動かない、ゆっくりとその距離を縮めていって握って、サミングという感じですね、はいはいはい、サミング目をつくぞという、目をついてやろうかという、これマキさん意外ですね。そうですね、こんなのアメリカのプレースには見れないような展開ですね。いやー、テンタが怒っている、テンタが怒っている、テンタが怒っている、口を開けて、お前がそれならこっちもそれだという。北尾は微動だにしません。北尾の表情をちょっと映していただきましょう。北尾非常に険しい表情をしている。北尾のサミングか、この表情、北尾無然たる表情であります。もうお前の目を潰してもいい、そういう感じすら伺えます。まだお互いに仕掛けません。お互いに威嚇している状況であります。リングのほぼ中央、北尾かテンタか、先に仕掛けるのは、ナックルを見舞うのは北尾か、受けて立つテンタか、まだ仕掛けない、まだ仕掛けない、お互いに熱いね視線、蹴りだ、蹴りで距離を置こうという、掴んでいこうとするテンタに対して、距離で蹴りでまずは相手に入っていこうという北尾、この辺はやっぱり初戦のこの屈辱が教訓となっているという感じもしますね。テンタが北尾の蹴りとはなんか貸したくないだよっていうのジェスチャー見せてましたしね。北尾やっぱり頭にくるでしょう。さあ北尾はおそらくまともにお前とは戦えない、お前とは全くまともには戦えないという状況。この館内、この場内は一斉にブーイングコール。いやしかし北尾にとってみますと、このブーイングはエネルギーにしてもらいたい、そういう気がします。海のレフリーへの蹴りを見舞った北尾が反則負けか。